ただきます。どうもパンケーキ特使リョタと申します。と今回はロングブラスターネクロを使っていくんですが、まあ、目玉がね、ロングブラスターネクロの目玉がなんといってもクイコンが決めれるってところなんですけど、まあ、多分クイボの直撃ありきなんじゃないかなと。クイボの直撃を当てて、かつクイ、ネクロのロングブラスターの爆風を当てて初めて敵を倒せるぐらいだと思うんですけど、まあ使い勝手はどんなもんなのか一回試していきたいと思います。それではやっていきましょう。さあ新武器持って初めてのガチマなんだけど、タチウオパーキングガチオコバトルやっていきましょう。どうなんだろうか、もう結構何人かちらほらいますね。やっぱ新武器は相手にスパッタリークリアと僕と同じロングブラスターネクロがいて、で、こっちにパラシェルタカーモですね。わー、逃がしたよ。ナイス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 。味方がやってくれている。ロングブラスターなので、やっぱ、前に出ていく立ち回りをしないとダメですね。敵をね、バッコバッコ倒していくと、そういう感じで。このスパッタリめんどくさいな。そう、一人の敵ばっか見てると、すぐ別の敵来るからな。このゲームの難しいところだ。いやー、マジか。右に味方誰もいないから、どうすることもできん。ナイス。ナイス。誰もワンに来てくれないんだけど。いやー、あと一発なんだけど。さあ、17、残り17。なかなか難しいですけど。直撃を取って、クイボも投げつつ、ナイス。さあ、相手3落ち。あとチャージャーだけ。チャージャーどこだ。OK、1枚やって。くっそ、クイボめんどくせえ。あれっていうか、あそこまでしか進んでないの？敵3落ちしてたのに。あらら。今のではやれると。いやー、ちょくられてしまう。あ、こっち射程長いのいないから、かなり厳しいな。相手の編成がかなりバランスいいから、この近いとこ、よし。近いとこ当てるのも難しい。クイボでやって、3枚捕らえる。ナイス。あー、そっちに避ける。右に避けると思ったのに。シュパシュパ動かれると本当に厄介だな。どこにいるのか。もう敵多いよ。
さあ、どうしたもんか。ミス？あれ、今僕の爆入ってないのか。当ててる、ナイス。チャージャーはやるけど、あーさすがにきつい。いやー、なんかちょっと今回噛み合わなかったな。噛み合ってなかったな、動きが。すまーん。判断ができん。判断できんな。別にネクル自体は割とまあまあ良かった気がするけど、立ち回りが全然噛み合ってなかったね。ほい、それでは2戦目やっていきましょう。タチオパーキングガチホコバトル。やっていきましょう。相手はリッター、スクイク。新武器だね。新武器3枚いるね。ロングネクロ、パラシェルターじゃなくて、なんだっけ。キャンピングシェルターカーマですね。さーて。さあ、また相手の方が長いから。あと一発。あいつか。さあ、詰めていかなきゃいけないな、また。え、簡単に進まれてますけど。ナイス。見えんかった。全然見えんかった。オッケー、でも味方が結構圧かけてくれてる。相手は言うてもチャージャー2枚だからね。なかなかそう簡単には、前に出てこれないと思うから。チャージャー上に入れたまんまか。オッケー、チャージャー立体やったのでかい。上から、オッケー、直撃を取って、詰まって、しんどいしんどいしんどい危ねえ。いやー、直撃ない。ナイスナイスナイス、オッケー。いいよ。ただ、カウントまで取れてないから、ここらでちょっと敵をしっかり倒したいけど、相手の矛が割と堅実なね、矛持ちをしてくるので、ガチマッチでの丸みさがあんまり刺さんないんだよな。一枚やれた。丸みさってなんか味方と合わせてやっぱ強いから。いやー、乗りたかったそこ。ごめん。事前に壁が濡れてたらな。壁抜いて大事だわ。ナイスリード。あー、いいね。そのリードナイス。ナイス。当たんないか。
この辺で待ってたら出てこないか。オッケー。来たわ。このね、壁塗っといて、裏から詰めれるかな。あー、うまいそれ。スクイックか。飛んでいこう。これは前に行って。ごめん。傘の邪魔しちゃった。傘の邪魔しちゃった。味方のところに飛んで、なんか偉いところにここいるね。もっと前詰めたと思うけど。ナイス。ナイス。いいよ。オッケー。直撃取ってナイス、オルダン。オッケー。このね、敵をなんか食い込んで炙り出すこともできると。やばばばば。挟まれてしまった。いや、直撃とか決めたらめちゃくちゃかっこいいんだけどな。ヒッターがご丁寧に復活ペナルティをつけてくれていた。さあ、もうあと歩行をやれば勝ちなので、余裕を持って、正確にね、行きましょう。焦らず。はぁーナイス。ナイスというわけで、今回は、ロングブレスターネクロを使ってみた、でしたを結構いい成績なんじゃないでしょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。またね、バイバーイ。